7月、中国の空港に一人の若者が降り立った。水谷隼、日本卓球界のエースだ。この夏、水谷は大きな決断をした。世界最強、中国のプロリーグに挑むことにしたのだ。中国選手とたくさん試合をすることが本当に大事なことだと。もっともっと彼らと試合をすれば、自分と彼らの距離は縮まっていくと思います。卓球王国中国での武者修行。世界トップクラスの選手たちとの真剣勝負が始まった。21歳、今日本で最も強い卓球選手だ。強さの秘密、その一つは粘りの卓球だ。そして天才的なテクニック、変幻自在のショットで相手を翻弄する。国際大会でも活躍、世界ランキングのトップ10入りを果たした。誰よりも僕は卓球に対してすごい人生をかけているんで、だから絶対にこの卓球っていう競技で最高の結果を残したいです。しかし水谷にはどうしてもかなわない相手がいる。世界王者の中国だ。強烈なドライブショットを次々と繰り出す。手も足も出ない。もう完敗だったと思います。本当に歯が立たない状態ですね。このままでは勝てない。水谷は決断した。中国での修行で攻めの卓球を身につける。やっぱり自分が持っていないものを中国選手はやっぱり持っていると思うので、それを何かやっぱり突き止めたいです。中国を倒さなければ世界の頂点には立てない。王者に挑む戦いの日々を追った。淳は明治大学の3年生、卓球部に所属している。部員は27人、全国からえりすぐられた卓球エリートだ。毎日6時間、同世代の実力者たちを相手に実戦形式での練習を行っている。卓球の日本一を決める全日本選手権、水谷は手堅い試合運びで並み居る強豪を圧倒。水谷隼4連覇、4対0、ストレートで吉田海を破りました。
今年史上最年少で4連覇を果たした。誰よりも僕は卓球に対してすごい人生をかけているんで、だから絶対にこの卓球っていう競技で最高の結果を残したいです。卓球が好きな気持ちも他の選手に負けないぐらい本当に大好きなんで、楽しくやりつつそれでもって結果を残すように、はい、水谷の持ち味、それは驚異的な粘りだ。ここまで5回はいずれも松平がしのいでいます。でレシーブから3球目狙ってます。あ、流れてきましたね。わざと打たせてラリー戦に持ち込む。少しペース落ち着いた。バックに張った。どんな体勢からでも正確に返球する。返している。揺さぶる。水谷少し前に来た。すごい。水谷よく飛びました。今のラリーはすごかった。無理に攻撃を仕掛けない。ドライブ。これも返す。水谷徐々に自分の流れ。ナイスボール。相手をじらしてミスを誘う戦術だ。徐々に自分の流れに持っていきました。日本代表監督の宮崎義人は驚異的な動体視力が粘りのプレーを支えていると分析する。1秒間に本当に120回転130回転するっていう卓球のボールに対して彼はその目がついていってる。どんな回転できてもそれが分かってると。動体視力がいいのか、そのボールに対しての感がいいのか、そのボールだけを見てないで相手全体をこう見てて打つ瞬間にはもうどこに来るっていうのが本人が分かってると思うんですよね。あの本人は分からなくても体が反応してるっていうか、まあ、そういう卓球にすごいマッチした才能っていうのが彼には備わってるというふうに思いますね。水谷にはもう一つ優れた能力がある。巧みなラケットコントロールだ。まずはサーブ。手首をしなやかに使って複雑な回転をかける。こうすることでボールに予測が難しい動きを与える。例えばこの場面、流れは徐々に水谷連続ポイント。2本連続でサービスエースを決めたシーンだ。最初のサーブに注目。ボールはストレートに進み中央でバウンド。その瞬間左へ急に向きを変えた。2本目のサーブ、今度は相手に向かって伸びるように進み返しにくい台の縁でバウンド。わずかに左へ向きを変えた。相手は微妙な変化についていけない。次にレシーブ。インパクトの瞬間の絶妙なラケットさばきでボールを変幻自在に操る。例えばこの場面、相手はボールをネットにかけた。実は水谷が意図的にミスを誘ったのだ。
これはナックルドライブと呼ばれる水谷の必殺技だ。卓球ではボールの上をこするようにして打つことで速い回転を加えるドライブショットが攻撃の基本となる。ドライブがかかったボールはバウンドすると沈み込むように鋭く進む。しかし水谷はドライブショットを打つと見せかけてインパクトのほんの一瞬でラケットの角度を変えた。するとボールの回転数が下がりバウンドした後高く跳ね上がる。このため相手は不意をつかれうまく返せなかったのだ。相手の心理を揺さぶることでゲームを支配する。それが水谷の目指す卓球だ。相手は例えば次はどっちで来るのか迷うわけですから、そういう相手の心理をうまく読んで常に相手の読みを外すような戦術をできるように、そういう人ってどういう感覚になるのかなっていうのをすごい勉強してます。7月神戸国際大会のジャパンオープンが開かれた。水谷はこの大会で世界ランキングの順位をさらに上げたいと考えていた。会場には水谷の雄姿を一目見ようと全国から大勢のファンが押し寄せた。観客の視線を一身に浴びる水谷、安定した試合運びで勝ち進んだ。準決勝の相手は香港の李星、国際大会の経験豊富な35歳のベテランだ。水谷、まずはサーブでポイントを狙う。連続でサービスエース。李星は水谷のサーブが読めない。鋭い回転を加えたボールはバウンドした後相手から逃げるように向きを変えた。得意のラリー戦でもポイントを重ねる。そしてついに必殺技を繰り出した。殿下の宝刀ナックルドライブだ。突然軌道が変わるボールで相手を惑わす。